はい、皆さんこんにちは、しおみです。今回はですね、私が以前、花は咲くという曲のソロギターアレンジをしまして、それを演奏した動画をアップロードしていたんですけれども、それの解説動画になります。で、譜面ですね、タブ譜付きの楽譜も無料で、ダウンロードできるようにしてたんですけれども、やっぱり解説動画があった方がいいということで、今回リクエストにお応えしまして、花は咲くのソロギターアレンジ、私のソロギターアレンジですけれども、それの解説動画となります。ゆっくりと、なるべくゆっくり、やっていきたいと思いますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それではやっていきたいと思います。ダウンロードできる楽譜にはイントロっていうものがなくて、いきなりもうメロディーが、で始まるんですけれども、私が演奏している動画にはイントロというか、まあ、適当に弾いてるだけなんですけど、それがあります。でそれの楽譜もお願いしますっていうコメントがあったんですけれども、適当に弾いてるんで、なんかわざわざ楽譜にするのもなっていうんで、今ちょっとどんな感じで弾いてるかだけ説明させてもらうと、まず6弦で弾いた後にこうやってアルペジオがあるんですけど、これ何やってるかっていうと、まあこの曲キーは E なんですけど、 E のこういう和音をアルペジオしてるっていう感じなんですね。で、場所説明します。すいません、楽譜は用意してないんですけども、3弦8フレット2弦7フレットで、1弦は0なんで何も押さえなくていいです。で親指、人差し指、中指、右手ですねっていう風にアルペジオしてます。で最初はこのパターンを4回っていう感じですね。まあ本当は何回でもいいんですよ、適当に弾いてるからね。まあ一応4回弾きまして、でここからもう1回弾くんですけど、なんで4回と1回で分けて説明してるかっていうと、なんか頭の中ではタカタ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 って一応なんか表裏みたいなのがあって、で次の表が1回目になるから、でここから移動し出すんですけど、まあだからまあ5回弾くんですけどね、5回弾くことにはなるんですけど、頭の中では4回と1回っていうふうに分けてます。1234で、ここから加工していく。次が3弦6、2弦5で、次が3弦4、2弦4で、3弦2、2弦2で、3弦1、2弦0で、次で弦が変わって4弦4、3弦2で、ここもなんか4回、ここのパターンも こことこれがセット、そこから4回で、最後に1弦を弾くっていう感じの、あ、そう、その後に2弦7のハーモニクス、1弦7のハーモニクスっていう感じで、本当にもう超適当に弾いてるから、あんまり回数とか気にしてないんですけどね。 なんでこんな感じです。もう一回ちゃんと、もう一回説明しますね。分かりにくくてすいません。まず、たた。これで4回。で、5回目で。ここまで弾いて、あとは4回。で、最後は1弦を弾く。そして、
2弦7、1弦7のハーモニクスっていう感じです。そんなに複雑ではないんですけど、まあなんか意外と耳で聞くとややこしく聞こえるようなあのパターンですね。はい、ではここからはちょっとカメラの角度変えて、楽譜を写しながらやっていきたいと思います。で、最初ですね、最初は、4拍目から始まるアウフタクトという形になってます。ちょっと一回弾いてみますかね。ワン、ゆっくりね、ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリこんな感じです。はい。で、最初は2弦0。で、3弦2フレット。ここはまあ中指か人差し指、どちらでもいいです。右手も何の指でもいいです。一応まあ中指、人差し指みたいな感じで弾くといいかなと思います。で、次が4弦4フレットを小指、3弦1フレットを人差し指で押さえます。で、右手は3つですね。こうですね。弾いて2弦0、1弦0、タン。次が、薬指で3弦5フレットを押さえますね。そして親指で5弦。2弦は開放弦。こんな感じですね。で、同時に弾きまして、人差し指で1弦2フレット。で、小指で、1弦5フレット。そして次の4フレットは、この小指をですね、そのままずらして4フレット。こんな感じですね。こう切って人差し指、小指、小指。ここで次の、次が444っていう 4フレットを全部押さえる形なんですけど、それの形に持っていっておきます。で、次ですね、6弦弾いて4フレット。こういう音ですね。同時に弾きまして、人差し指で3弦で、まあ、薬指かな、右手で弾きますね。で、この小指とまあ中指をキープしたまま2弦3フレットを人差し指に入れ替えます。先ほどまでは3弦4フレット中指、2弦4フレット薬指、1弦4フレット小指だったんですけれども、それがこの薬指で押さえている2弦ですね、これが人差し指に変わるっていう感じです。ですね、最終的にはこの E7 のハーモニーになります。そしてここでも次の0で離しちゃいますね。0、2、2はですね、おすすめは次の、和音の準備として正波ですね。3弦まで押さえるような形で、準備しておくと。そして次ですね、次が5弦0、3弦2、2弦2で、1弦4、これを人差し指、人差し指、小指、制覇してるから2つ押さえてますね。で、4は小指っていう感じ。そして0はもう離しちゃっていいです。で、次の6弦4と1弦0は薬指で6弦4、そして2弦0、そして、中指、薬指、小指で6弦に、4弦に、3弦にっていう風に押さえますね。で、和音弾いて、もう一回2弦を弾いて、次が
5弦2フレット中指で3弦2フレット薬指で次が人差し指で3弦1フレットと6弦開放弦を同時に弾いて中指5弦2フレット小指4弦4フレットで3弦1フレットはもうさっきの押さえの押さえで押さえてますのでそのまんまで00で次の02はメロディーになります。で次、楽譜でいうと2段目になりますがここは最初にお伝えした通り1小次がちょっと変わってきますね、こう弾いて2,5で最後の4は先ほど小指だったんですけど今度次に来るコードが変わりますので制覇5弦までの制覇みたいな形ですね、この時にですね5弦に力がまだ入ってる必要はないので、まあ、根元で4を押さえるような感じですね。で次がこうなりますね。人差し指が制覇の形で5弦43弦4で中指で2弦5で1弦は制覇してる指で4ですね。で和音で弾いてですねこんな感じでふっと移動して人差し指が5弦1フレット薬指で4弦2フレット中指で3弦1フレット小指で 2弦2フレットで和音でこうですね。そして次の02は一つ上の段と一緒これは全く一緒ですね。でここから続くのがちょっとリズムが変わってます。1,2,3,4,1,2,3で次の0で離しちゃって0で2のところでこれも3弦までの制覇みたいな形で押さえて次の押さえに備えましょう。はい、では続きですね。3段目ここはですね人差し指で3弦4中指2弦5人差し指で1弦44フレットは3弦まで制覇している形ですね。で6弦とその1,2弦を同時に弾きます。そして人差し指でアルペジオするですね。で次が中指を離します。そうすると全部4フレットになりますのでそのままさっきと同じ右手こうですね。中指離してそしてまたですね。この最後の5フレットは薬指で押さえましょうか。いろいろありますが薬指にしときましょう。はい、で次の小節は 4弦4フレット2弦5フレット1弦4フレットなので先ほどまでは3弦まで制覇してましたが4弦まで人差し指をちょっと伸ばしましたでその4弦を親指で右手親指で弾きながら 1,2 弦同時で3弦で小指で2弦7フレットで3弦で最後の 4,4,4,5 はいろいろ考えられますがまあ5フレットは薬指っていう感じでどうでしょうかね。そして次の7,4は小指で2弦7この制覇している指で1弦4フレットですね。でこの7,4は
メロディーなので次につなげますね。7、4で次がここは4弦4フレット中指で2弦5フレット薬指で1弦5フレットですね。で次また中指離します。で最後の7は小指で1弦7フレットはい。で次いろいろ考えられるんですけど、おすすめは小指で1弦5フレット薬指で2弦5フレットで人差し指は4弦と3弦を制覇しているような形。ごめんなさい、こうか。で次小指離します。でその今人差し指と薬指が、4弦と2弦にあるんですけど、これこうそのまま人差し指6まで持っていくと薬指が7までいきますね。でそれに小指で、1弦7フレット足しまして、6677っていう形になります。こんな感じになりますね。ちょっとゆっくりその3段目弾いてみましょうか。3段目は一応前の02からつながってて、02でこの辺は以前お話しした2段目と一緒ですね。2段目のはい、続けていきます。17小節目、一番下の段になりますが、これは3弦9、2弦9、1弦7、薬指、小指、人差し指、こうですね。で、6弦をで6弦と同時に弾いて、6弦は2回、で次上を2回、トントンチャンチャン。で次が、人差し指で3弦9、薬指で2弦10、中指で1弦9、 D の形ですね。ここですね。ここもベースが2回、そして人差し指で1弦7、小指で2弦10。こんな感じ。で、最初と同じで997ですね。で、ここちょっとリズムがややこしいですけど、ベースがタタウンタ、タタウンタ。そしたら、3弦9と2弦7でこんな感じ。うんたですね。はい、では続けていきましょう。次が同じような感じですね。
く一緒ですかね。で次9-9のところはもう押さえてますね。そして9-7に、人差し指で2弦7に入れ替えて、こんな感じです。ちょっとそこ4小節弾いてみますね。まあこの続きね。続きはまた同じように9-7-9ですね。で次が上の回数が増えてるだけで親指は変わってないです。上は4、この和音4回、親指は2回って感じですね。でまた9-19ですね。で7-10で、で9-9で0-9-7。ちょっとそこも弾いてみましょうかね。21小節目からですね。サビですね。サビっていうのかな花のとこですね。で、ゼロ弾いてこういう和音、ゼロ、低い方からゼロ、5弦に中指、4弦4小指、3弦1人差し指で、あとはゼロゼロ、これは親指でってやるか、途中まで親指で、あとは人差し指、中指、薬指、まあどっちでもいいです。でそのまま3-2-1、和音をジャランと弾いた後に3-2-1ですね。で次が2フレットを6弦まで低下しまして、6弦と3-2-1弦を同時に弾きます。で3弦で小指で、2弦5フレット、次1弦2フレットはもう制覇してる音ですね。で4フレットまで制覇をいきまして、6弦4、1-2-3弦4で小指で1弦7で、ここの小指をこうピピピピピと12フレットまで行きまして、人差し指は4弦までの制覇で9フレット、4弦9、3弦9、2弦9で小指が、12フレットで、次の11フレットも小指、ちょっとここ難しいですけど、で次がごめんなさい、こうですね、5弦0、3弦9、2弦0、1弦9、ちょっと変わったハーモニーが出ますね。でそのまま、アルペジオ、ちょっとゆっくりそこまで弾いてみますね。サビで、
この小指7フレットまで、1弦7フレットまで持ってきて、人差し指は6弦までの制覇、4フレットですね。4447で小指離して474、制覇小指で、次もいろいろ考えられるんですけど、どう弾いてたかな。まあ一応じゃあこうしますかね。5弦0、3弦6を中指、2弦0、人差し指で1弦5で、次の4は人差し指、2弦7は小指で、次0、1弦0これにしておきましょう。で次が2フレット制覇で6弦と432弦、こうですね。で4弦2、これ親指で弾くと次が弾きやすいです。で小指で1弦4で、その小指維持したまま制覇を5弦2フレットからスタートする、まあ、前の6弦のままの形でもいいんですけど、あのベース音ちゃんとこう切り替えたいので押さえ直した方がいいかなと思います。2224ですね。でそのまま4弦3弦でアルペジオして最後の0の時に離します。で続きは一緒ですね。難しいなここで、ここまで全く一緒ですね。で最後が6弦に1、2、3弦に、まあ、全部制覇ですね。で小指で4で、次が5弦に、4弦に3弦にで2弦0、こういう和音なんですけど、これちょっと押さえにくいんですよね。今人差し指中指薬指って低い方から押さえてるんですけど、で最後のよ、1弦2を小指、ちょっと押さえづらいなっていう人は、一つおすすめはですね、5弦に4弦2をこう人差し指の先っちょをこう制覇みたいな形にして、で中指で、3弦2、人差し指人差し指中指で222って押さえてる感じで、2弦は00ですね。で最後の2は、薬指、こういうのも、いいかなと思います。ちょっと自分でアレンジしといてなんなんですけど、めちゃくちゃここ弾きにくくてまあなんか適当に音省いてもらってもいいです。例えば5弦に3弦に2弦0、4弦の音を省いちゃって、中指薬指中指薬指2弦0これでも、で最後の2は小指、多分今だったらこうアレンジするんじゃないかな、まあだいぶ昔のアレンジなんでちょっと覚えてないんですけど、なんでこうやったか。はい、で次がこれは最初ら辺の和音と一緒ですね。でこの1弦の0弾いてる隙に、薬指2弦9フレット、小指で1弦9フレットで、小指を1弦7まで持ってきて、人差し指を5弦まで制覇、
で中指が2弦5フレット、小指和音で3弦、小指離して4で小指足して7で、この辺一緒ですね。これ一緒ですね。さっき説明したのと一緒で、最後がアウトロみたいになってますね。これは最初の和音と一緒で、タン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 タタタ、ちょっとリズムが変わってるだけ。1234で次が5弦0、薬指で4弦7、人差し指で3弦5で2弦0で1弦0で、リズムはさっきと一緒、タタタタンタタ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 、こんな感じですね。そのアウトロやってみようかな。ちょっと弾いてみるね。3、4、0、中指2、小指4、人差し指で1、0。まあ最初の和音と一緒ですね。でこの0を弾いてる隙に3弦11で、2弦9で終わりだったかな。こんな感じかな、確か。はい、お疲れ様でした。これ1番しかアレンジしてないので、繰り返したい人は最後のですね、36小節目、からなんかこう、どうやったっけ、ここ繰り返してもいいと思います。感じで繰り返せば、まあ2回弾けるんで、もし人前で演奏する時とかに短すぎるなっていう時は、そういう風に対応してみてください。まあ復興支援ソングというか、そういう曲なので、アンコールとかで演奏されることが多いかなと思いまして、割と短めにアレンジしてます。はい、で久しぶりの動画なんですけれども、すいません、更新がいろいろ滞ってて、ちょっと演奏の仕事が入るとどうしてもその練習に時間が取られちゃって、なかなか YouTube の方に手が回らなくなってしまうんですけれども、他にもいろんなリクエストいただいてて、なんとか頑張っていきたいんですけど、少々お時間いただけると助かります。リクエストくださってる方、飛行機雲の解説動画とかのリクエストも来てるんで、まあ、それもちゃんとやっていきたいと思います。はい、というわけで、結構長い時間だったと思いますが、最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。